ん、こんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回はね、今回は私のね、誕生日プレゼントかなと紹介していきたいと思います。イエイ。ということで今回はね、まだ発表というか、はい、まだ届いてなかった誕生日プレゼントを今回は紹介していきたいと思います。はい、はい、今日届きました。はい、はい、まあ、しほちゃんがずっと欲しいって言ってて、うんうん、でね、うんうん、まあ、じゃあちょっとね、値段が張るものだったので、そうですね、そう、しほちゃんだけにプレゼントっていうのはちょっと難しかったんですけど、じゃあ家族で使おうねっていうことで今回ね、買いました。はい、まあ、誕生日にこれどうしてもこれが欲しいっていうものがなかったみたいなので、今回ありませんでした。特にね、特になかったです。うん、なので、まあ、じゃあこれにして、まあ、しほちゃんのお部屋に置いとこうかということになりました。使いたい人はしほちゃんのお部屋に来てやると、はい、っていうか、物見てないからみんな何の話って感じそうですね、そうですよね。早くじゃあもう持っていきましょうか。段ボール、段ボールなんですけど重いんで、あ、しーちゃんこっち、名前が、そう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 、こんな感じで、じゃじゃーん、次入んないじゃんこんな感じで、やばいね、やばいね、これでかすぎです、でかすぎ、すごいの届きましたね。ね、はい、じゃあちょっとね、段ボール、今日段ボールと一緒の色、え、今日段ボールと一緒、確かに、ということで、でかいです、とりあえず、めっちゃ大きいよね。で、しかも超重いんですこれ。そうなんです。なので、ちょっとね、しほちゃん一人でも出せないと思うので、じゃあちょっと今ね、さっとみんな、みんなっていうか開けて出しちゃいますか、うん、はい、出しちゃいます、はい、じゃあ出してまた移したいと思います。はい、ということで、なんとかね、段ボールを開けたということで、この下にプレゼントが入ってます。はい、大変だった ね、これ開けるの。いいですかね、開けちゃって。いいですよ、いまーす。これでわかる人いるかなこれでわかる人いるかな、じゃじゃーんって言って、じゃーんとか言う人いるかな、うわー多分わからないんじゃないかな、ここ見ればわかるかな。ドクターエアー、あれです、ブルブルするやつね。そうです、わかるから、ブルブルするやつって、体運動するやつ、乗ってそれだけでもう全身震えて痩せるみたいな、ブルブルするやつ、要はダイエット道具みたいな感じ、こんな感じです。はい、これが欲しかったんだよね。欲しかったんですよ。そうなんです、これです。これをピンクで可愛いでしょ。そう、うん、これをね、すごい昨日ね、パパに調べてもらって、そうです、ね、もういろいろね、はい、ああだこうだ言って、これにしよう、これにしようか、これにしようかって言って、ね、一番本当良さそうなものを家族で、家族会議で決めて、はい、買ったものがこちらでございます。で、色はしほちゃんがピンクがいいっていうので、まあ、お部屋に合わせてピンクかなと思うんですけど、これにしました。いや、これちょっと重いのでね、はい、一回箱から出したいと思います。はい、というわけで設置しました。はい、置いてみました、ここに。はい、はい、じゃあちょっとやってみる。うん、はい、まあ一番ね、なんか小さい振動で、リモコンがついてるからリモコンでスタートとかできるんだよね。これだ、リモコン。じゃあリモコンでスタートさせる。うん、いくよ。うん、スタート。うわー、ちょっと全身映んないけど、どう？いいね、これ。まあちょっと弱いか、今最初だから弱く。うん、一番弱くした。どう？ブルブルしてる足とか。めっちゃしてる。めっちゃ感じてもブルブルしてるでしょ。うん。これブルブルしてる。こんな感じでね。でもちょっとね、テレビ見ながらやろうと思ったけど、ちょっとテレビが近すぎた ね、近いね。もうちょっと下げてもいいかな。ね。ね、すごいブルブルしてる。うん、いいじゃん。いいね。
はい、じゃあこれをね、はい、今ちょっと外行けないので、はい、みんなでねやりたいと思いますこんな感じ、全身が映らないという、縦に映せば入る、すごいねこれ、いい感じ、いい感じ、いい感じ、お腹と足にすごいきてる。いいねいいね。めっちゃきてる。いい？うん、めっちゃいい。はい、ということで、はい、今回は、はい、じゃあこのまま、しほちゃんもう始めちゃったのでここでバイバイしたいと思います。バイバイですか？はい、はい、ということで今回はね、こちらを、はい、紹介してみました。はいはい、大丈夫、ぜひあのぜひね、家にこもってばかりでね、あのダイエットがねできてないって人にはすごいおすすめです。はい、はい、それではバイバーイ。これね、足ねをこう曲げたままね、ずっと止まってるとすごいの、うん、バイバーイ。バイバーイ。普通に立ってもいいんだけど、そう、普通に立ってもいいしね、こう、まあ、使い方はいろいろ。今一番ね優しい揺れだからね。いや、もう5なんだけど。嘘、もう5まで来た。だんだん大きくなるの？多分、あ、3になった。あ、なんだろうね、まあ、ちょっとね、よく説明書見たいと思います。バイバーイ。